どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA の対象者限定キャンペーンがですね来ておりまして、またねタクシーアプリの GO って知っておりますかね。こちらでですね ANA マイル、JAL マイルがね貯まるキャンペーンが来ておりますので、こちらね一緒にね解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで ANA のね対象者限定キャンペーンということで、久しぶりにですね私ね選ばれたんですよ。こちら嬉しいですね、対象者限定国内線4回乗ると1500スカイコインプレゼントということで、 ANA のね国内線に対象運賃で4回以上ね利用すると1500スカイコインがねもらえるキャンペーンっていう風になります。でキャンペーンの詳細なんですけども、搭乗期間はですね2021年の9月の13日からですね2021年の11月30日まで、搭乗分までっていう風になります。でこの動画撮ってるのはね9月の6日っていう風になりますんで、まだねキャンペーン期間来てないんですよね。で皆さんにね後でこちら自分のねマイページチェックしていただきたいんですけども、まだね対象期間じゃありませんので、この点をね注意していただきたいなと思います。でですねエントリー必須っていう風になります。でキャンペーンの特典ですね、国内線対象運賃で4回搭乗すると1500スカイコインということで、対象路線はですね国内線全路線、コードシェアも対象っていう風になるわけなんですけども、 ANA、NHB 名で予約した分のみがね対象っていった形になります。で対象の積算運賃が積算率 75% 以上の国内線運賃という風になっておりますので、こちらねちょっと後で簡単に説明させていただきます。で対象者はですね ANA のマイレージクラブマイキャンペーンにこちらのねキャンペーンがある方のみね利用することができます。でですねキャンペーンの特典付与は2021年12月8日にね付与っていた形になります。ということで久しぶりですね ANA の対象者限定キャンペーンが来て、しかもですね私キャンペーンのね対象者になりました。すごい久しぶりな気がします。で今回のねこのキャンペーンなんですけども、私はですね4回搭乗で1500スカイコインっていうねキャンペーンなんですけども、中にはですね2回乗って1000スカイコインっていうね方も中にはいらっしゃるそうなので、皆さんねぜひねマイレージアプリねチェックしていただければなと思います。キャンペーンの確認方法なんですけども、ちょっとねここら辺にスマートフォンのね画面出しておきますけども、まずですね ANA マイレージクラブのアプリを開いていただいて、開いていただくとですねこちらのトップページに行くと思うんですけども、1個右に行っていただいてマイレージの画面がありますよね。ここにマイキャンペーンってのがありますんで、こちらをクリックしていただきます。そうするとですねこちらまだ私登録してないんですけども、国内線4回乗るともらえる1500コインプレゼントということで、こちらに表示がありますよね。ですのでこのページでですねこのキャンペーンが表示されている方のみがですね今回この対象者限定のねキャンペーンが利用することができるっていった形になります。おそらくね私が情報を得てる感じだと、今回のキャンペーンはですね乗れば乗るほどみたいなねそういったキャンペーンに来てる人はいないと思いますので、もしね私の動画見られてる方でいらっしゃいましたらですねぜひね教えていただきたいんですけども、前回ですねこのキャンペーンがあった時に乗れば乗るほど何マイルとか、乗れば乗るほど何スカイコインみたいなね、まあ、そういったキャンペーンもねありましたんで、それ乗れた方はねかなり一気にねマイル稼げた方もねいらっしゃるのではないのかなというふうに思います。で今回のねこのキャンペーンの注意事項なんですけども、積算率が 75% 以上のね運賃でこの搭乗していただくと1回の搭乗に含まれるということでキャンペーン対象になるわけなんですけども、 ANA のね運賃表をちょっとこれにね出しておきますね。運賃1から運賃7まであると思うんですけども、この一番左にですね積算率っていうのが書いてありますよね。一番上であれば運賃1、積算率 150% ということで、運賃7であれば 75% っていう風に書いてありますよね。今回のキャンペーンはこの運賃1から運賃7の積算率 75% 以上でね利用したものが対象っていった形になります。もちろんねこの8以降もですね 75% 以上の積算率を誇ってるのはあるんですけども、まあ、国際線絡んでるものばっかりなのでそこは割愛させていただきますけれども、まあ、基本的にはですねこの運賃1から運賃7のね運賃で利用していただければこのキャンペーンがね対象になるっていった形になります。 ANA のねタイムセールとか ANA の感謝の日などで売られている ANA スーパーバリューセールっていうね
運賃があるんですけども、こちらはですね、積算率 50% なんですよね。また楽天トラベルとか航空券がパックになっている商品でありますよね。ああいうものも積算率はね 50% っていう風になりますんで、こちらもね対象外になるっていった形になります。ですので今回のこのキャンペーンね、狙っている方はこの積算率のところをね十分注意していただいて利用ねしていただければなと思います。これね、積算率見ないでね 50% のところね4回乗っても何にももらえないっていう風になりますんで、こちらはね注意していただければなと思います。ということでこちらがですね ANA の対象者限定のキャンペーンっていう風になりますんで、ぜひね皆さんも来てないかですねチェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、タクシー配車アプリの GO っていうねアプリがあるんですけど、皆さんこちら知っておりますからね。私はね動画でも何回か紹介してると思うんですけども、以前からね利用させていただいておりまして、スマートフォンアプリでですねタクシーが呼べるということで結構便利なんですよね。でこちらはですね9月1日よりですね ANA マイル、JAL マイルがねたまるようになったんですよね。まあ、じゃあこちら登録するとまあたまるっていった形になっておりまして、しかもですね連携キャンペーン開始ということで、こちらねキャンペーンも開始されたという風になりますんで、こちらね普段利用されている方もねいらっしゃるかと思いますし、この GO アプリっていうのはですね紹介コードをね入力していただくとクーポンがもらえるんですよね。でこのクーポンをね利用していただくと、すごい長い距離ね利用できるわけではないんですけども、一定の距離ですね完全0円で利用することができますので、ぜひねこちらも活用していただきたいなと思います。ということでキャンペーンの内容なんですけども、このねタクシーアプリの GO っていうのはですね、まあ Uber とか Lyft とかね海外で利用されたことねある方も多いかなと思うんですけども、それの日本バージョンだと思っていただければ OK ですね。スマートフォンでタクシーが呼べて、でスマートフォンアプリの中でですね支払いも完了することができるっていった形になっておりますんで、降りる時にですね支払いのやり取りもねなしで利用することができるっていった形になっておりますんで、またねタクシーを拾うっていう行為もねしなくていいんで、かなり便利だと思います。そんなねタクシーアプリの GO なんですけども、こういった感じでですねタクシーアプリ GO 連携記念キャンペーンということで、今だけ5倍マイル抽選で3000マイルが当たるキャンペーンがね行われているんですよね。でこちらはですね ANA と JAL ねどっちか登録することができるっていった形になっておりまして、両方はね登録できないんですけども、 ANA マイルを貯めたい方は ANA、 JAL マイルを貯めたい方は JAL っていった形になっておりまして、 ANA も JAL も一緒なんですけども、どちらかね登録していただくとですね、距離にして1マイル約ね 1.6 キロにつき1マイルがもらえるっていった形になるんですよね。でこの1マイルの距離っていうのはだいたい税込みで640円っていう風になっているわけなので、まあ640円ね利用していただくと1マイルがねもらえるっていった形になります。でですねこれが基本的なサービスっていう風になっているわけなんですけども、2021年9月1日からですね2021年10月31日までの間ですね、こちら5倍マイルがね貯まるキャンペーンっていう風になってるんですよね。ですので先ほどね1マイルで640円で1マイルが貯まるっていうね話をさせていただいたと思うんですけども、これが5倍っていう風になりますんで、1マイル利用していただいて640円で5マイルが貯まるっていうキャンペーンなんですよね。またですね GO アプリではクレジットカードでね決済することができるっていう風になっておりまして、まあそれ以外にもね決済サービスは利用することができるんですけども、このクレジットカードをね登録して利用していただくこともできますんで、こちらでね ANA のクレジットカードね還元率 1% のクレジットカードをね紐付けていただければですね、そこでまたね100円につき1マイルね貯まるっていった形になっておりますんで、全部をね合計していただくと、この640円に対してですね、まあ6マイルぐらいがね溜まってくるっていう感じになります。まあすごいねお得かっていう話になるですね、まあ640円の決済で6マイルっていう風になりますんで、 1% のねまあ還元率にはなるわけなんですけども、この GO アプリね個人的にはかなり便利なので、ぜひね機会がある時に利用ねしてみていただければなと思います。でですね冒頭にねお話しさせていただいたと思うんですけども、この GO アプリっていうのはですね紹介キャンペーンを行ってるんですよね。で紹介コードねちょっとここら辺と概要欄にね載せておきますけども、そちらを入れるとですね1000円のクーポンが2枚もらえるんですよね。このクーポンねぜひね利用してみていただければなと思います。本当にね雨っていう時にぜひねこちら利用していただきたいんですよね。まあそんなにね
長い距離ね無料で乗れるわけではないんですけども、 Go アプリっていうのは配送料っていうのがねかかるんですよね。だから呼ぶのにまずお金がかかるんですよね。それに300円がかかります。で実際に乗れる距離は700円までっていう風になりますんで、まあこれでね合計1000円分利用していただくと、クーポンセットしてね呼んでいただくと、こちらでね完全無料でね利用することができるっていった形になりますんで、まあもしね本当に0円でね利用されたい方は、この700円にねメーターがなったらね降りていただければ完全0円でね利用することもできますので、まあ普通にね1000円割引でね利用することができるって考えていただければですね、まあかなりねお得ではないのかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。それでは次にですね、私もねこの Go アプリにマイレージ番号をね登録しておりませんので、私はね ANA のね登録でいきたいと思うんですけども、登録画面ね一緒にやっていきたいと思います。まずねこの Go アプリを開いていただきます。そうするとですね、右下にメニューっていうのがあると思いますので、こちらのメニューをねクリックしていただきます。そうするとですね、アカウント情報っていうのがね出てくると思いますので、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね、ご自身のねアカウントの情報がね書いてあると思うんですけども、下の方にですね航空マイル登録っていうのがねあると思います。私はねまだ登録してないので未登録になってると思うんですけども、こちらね右の方に編集っていうのがあると思いますので、こちらの編集を押していただきます。そうするとね航空マイル登録ということで ANA マイルか JAL マイルかね選べるようになっておりますんで、こちらねお好きな方を選んでください。私はね ANA マイルを選んで、でこちらにね ANA マイルのお客様番号をね入力していただきます。それではねマイルの入力が完了しましたので、下の方にね同意して、上記に同意して登録するをクリックします。ということで登録がね完了したっていった形になりました。ということで今回ですね、 ANA の対象者限定キャンペーンとタクシーアプリの GO はですね、 ANA マイル、JAL マイルと連携キャンペーンということで、こちら2つねキャンペーン解説させていただいたわけなんですけども、 ANA の対象者限定キャンペーンね、ちょっと久しぶりにね私来ましたのでかなり嬉しいですね。私もねダイヤモンド仕様がずっと8月7月からだったかなちょっといつからか覚えてないんですけども、緊急事態宣言がずっと来てて、私ずっとそれでね止まってるんですよね。その緊急事態宣言が出てんのに修行すんのもっていうのもね思いまして、そこからずっと止まってるわけなんですけども、まあ12月までの間ですね、もう気がつけば9月ですので、まあ、12月までねちょっと2倍にはならないかもしれないんですけども、今後ねやっていきたいと思ってますんで、このキャンペーンもね乗らせていただいて、この1500コインねゲットしていきたいなと思っております。この動画ね見られている方もぜひねマイページチェックしていただいてですね、エントリーが必須のキャンペーンっていう風になりますんで、ぜひねエントリーしといていただきたいなと思います。タクシー Go アプリに関してはですね、私はね結構家のこともね結構やっておりますんで、買い物とかもね利用させていただいてますんで、そういう時にね雨が土砂降りとか立ってる時はこの Go アプリねかなり利用させていただいてますんで、結構便利なんですよね。利用する機会がねある方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。